サイスタプレゼンツ東京シューティング部のオールモーニング日本。ディリー、いやそれ大丈夫、入れるんで。また振り出しに戻っちゃった。ということで、ということでね、お疲れ様です。久々じゃない？いや久々っすね。なんか毎回言ってる気がするんだけど、これ久々ですね。久々でしょ。ああ、どれぐらいぶりだろう。最後あったのいつだった？あれシェイキアとかいた時ですか？いたいた、3人でやった時じゃない。いや1ヶ月以上経つでしょ。結構久々っすよね。たまにコメント欄でありましたもん、ラジオやってくださいって。ほんと？はい、だって沖縄行く前でしょ。そうですね、全然。昨日だって1ヶ月以上前だから。はいはい、沖縄は2月の後半に行ったんですもんね。そうだ、2月の後半だね。うん、どうよ最近は。沖縄の動画結構いっぱい撮ったよね。そうですね、いっぱい撮りましたね。ちょっと沖縄するか、じゃあ。そうですね、沖縄振り返るか。はい、いやどうでした沖縄は。いや最高でしたよ。初めての飛行機どうだった、とりあえず。あ、まあ別に特には。特にはなかったっすね。うん、怖かったろ。怖くはないっすね、別に。意外とビビったろ。意外とビビらなかったです、ね。速かったでしょ、まず。あ、まあそれ、速さはすごかったですね。うん、飛ぶんだからね。あれ飛んでますもんね。スピードつけないとさ。2時間3時間ついちゃいますもんね。そうだね。行きと帰りでやっぱ速さ違うもんね。そうですね。うん、いい人たちだったよね、沖縄の人たちは。そうですね、みんな。うん、全然ピリピリムードなくてさ。でも性格悪いらしいですけどね、沖縄の人は。そうなの？はい。コメント欄で書いてありましたもん。なんて？沖縄の人って性格悪そうって。すげえすげえ変形。悪い人がいたってんじゃなくて、悪そうですって言ってたでしょ。おお沖縄の人って性格悪そうだよね、あのか汗かいてる顔文字マークみたいな、うん、いやめちゃくちゃ性格良かったでしょ。さすがに返しましたけど、それ返信は。なんて？要するにそれお前だろって。あ、本当だ。本当だよ。いい返しだね。そしたらそれ220ぐらいいいねがついて、ね。そりゃそうだよ。だって沖縄マジいい人だったもん。だってみんないい人でしたね。純旅行ってあんま好きじゃないじゃん。そうですね。俺も好きじゃないんだけど、はいはい、本当にまた行きたいと思ったもんね。そうですね、行きたいですね。うん、居心地良かったですね。居心地が、まあ、食べ物もあと美味しいし、うん、ちょっとめ食い過ぎた感はありますけど、うん、あともう街の感じがもう、はい、本当もう、あと俺ら行った時ちょうど気温が良かったっすよね。気温が良かった、うん、暑すぎず寒すぎず、うん、ロンティ1枚でいい気候っていうね、はい、うん、うん、もうちょっと痛かったっすもんね、だから。そうだね、だからさ、飛行機とかもさ、はい、乗ったことないし、はい、だから、はい、例えば帰りさ、はい、2時間、はい、さあどうするってなるからね、はいはいはい、でどこまで行けんのかとかね、はい、あと飛行機の Wi-Fi 弱い問題とかあるじゃないですか。弱かったね。なんなんすか、あれ、あそこまで弱いんですか。あれ電波ないに等しくない、はい、でも CM とかでやってんじゃないですか、 Wi-Fi 使えますみたいな。そうあんなに弱いもんなんすか。いやもう飛行機によるんすかね。いや、よるのかな。めちゃくちゃ弱かったよね、はあ、もう全然繋がんないっすよ。全然繋がんない。だから動画公開しようと思って、その日確かサブちゃんを、うん、公開できなかったんですもん、俺飛行機の中着いてから公開したんですもん、うん、いや絶対できないよ、はあ、そんなこと、はあ、びっくりした。 LINE は、うん、いやもう開けなかったから全然。結構きついよね。そうですね、 LINE もちょっと待てば大丈夫ですけど、うん、でもなんかネットはもう全く開かなかった、ね、ほぼ繋がんないと思ったわけ。あの Twitter もなんか更新できないもんね、はいはい、だからもうあれ意味ないっすよね。あれ意味ないな。で普通にあれ Nintendo Switch とか持ってけばよかったよ。え、何あれは。あれ別に Wi-Fi 関係ない、普通に関係ないっすよ、暇つぶしのために。あ、そうですね、飛行機の中だって、うん、でもそんな別に退屈ではなかったね。あ、退屈ではなかったですけど、カリアはちょっと寝たし、はあ、行きはね、もう面白トークでね、はあ、面白トーク、うん、昨日はね、いや楽しかったですね。楽しかったなぁ。で次逆に北海道行きたいですよ。あ、いいかもしんない、あったかい時期に。うん、寒いともう死んじゃうじゃないですか。死んじゃうでしょ。北海道はほんと寒いですからね。外出れないでしょ。それもなんか怒られるんじゃないですか、俺ら寒いって言うと。こっちで、うん、そうだよな、何も言えないっすよね、もう、うん、俺のお母さん北海道出身だからね。ああ、なんか前言ってましたね、うん、実はね。でも実家はじゃあそっちあるんですか。いや、今はもうない。あ、ない、うん、膝大丈夫じゃん。いや、ダメっすよ。 MRI 撮ったんだって。撮りました。撮ってどうしたのだって。それダメっすよ、うん。どうだった MRI の結果。いや、あの待ちっすね。来週あたりにまた病院で。なるほどね。いや、撮ったことあります MRI って。
え、輪切り ?MRI って輪切りってなんですか、どういうこと、こういう輪切りのなんか映像があるじゃん、なんかこう、あーはい、あれいや、なんか普通に機械の中入って、うん、なんかでもヘッドホンさせられましたね、音がうるさいから輪切りかな、じゃあウェーウェーウェーってずっと来ましたよね、あ、ほんと、はい、ブーンじゃなくて、いや、結構怖かったっすね、あ、で、あ、寝てこうグーって入ってくやつ、あ、そうですね、あ、でもこの、ここまでですね、上半身は入んなかった、うん、だから意外と怖かった、うん、え、これ全部入ったら結構怖くねと思ってたんですけど、まあでももうここまで来たからしょうがないと思ってヘッドホンさせられて、で、そしたらこう、そうですね、下半身だけだったんで、うん、あ、よかったかと、これやったの MRI か CT かで、なんかそう、うん、ヘッドホンで流れてて、まあそう、スーパーフライ、あ、そうですね、うん、サニセルフェルスフィニファイ悪い性格でもいいじゃないそんなこと言ってないでしょ、言ってやすって絶対バイキング好きだからね、パワハラ問題な、あ、最近はもうすごいっすよね、あの何でしたっけ、あの女パワー、俺の嫌いなやつ、谷岡さん、谷岡さんつぐ学長、うん、うん、あれが一番パワハラだよすごかったね、あの人ねドラマの見過ぎだろ、あれ、いやでも純タイプかなと思ったんだけど、ね、いやあれはちょっとさすがに好きじゃん、だってああいうタイプ、いや好きじゃないっすよ、あれは顔は好きでしょ、いや好きじゃないっすよ、あれは、そう、全然ダメっすね、もう普通にもう嫌いです、嫌い嫌いですね、もうそれちょっとないいなと思ったけどね、素敵な感じしたけどねアウさんもう誰でもいいっすよね、いや誰でもよくない、俺顔が可愛ければでも200キロぐらいでも大丈夫なんですよね、大丈夫よ、すごいな、言うとね、はい、じゃあ柳原加奈子はとかって言ってるんだけど、はいはい、可愛くなきゃないわね、あ、でも柳原加奈子はもう可愛い方なんじゃないですか、デブの中でも、いや可愛くないと思う、あ、そうなんだ、うん、もっと可愛い子はいっぱいいるから、抱けないですか、無理だねゲイなんで、下ネタやめましょう、あ、そうかそうか、そうっす、下ネタが過ぎるぞ、いや俺は全然アウさんから言ってきちゃう、でも普通のさ動画で下ネタ最近少なくなってきたよね、はい、そうですね、やっぱ意識してんだ意識してないですけど、意識しちゃった、いや別にそんな好きじゃないんで、別に下ネタ俺、あ、本当に好きとか好きでも嫌いでも何でもないですね、うん、でもなんか下ネタを避ける人はなんか逆にエロいってことでしょ、なんかちょっとキモいなと思いますね、うん、なんか正直でいろと、あ、そうそうですね、うん、ってことだよね、はい、だから 2K はだからもう 2K はもう言うことなくて下ネタ言ってるみたいなのありますかね、正直もうしゃべるもなくなっちゃうでしょ、やめるじゃん 2K、 いやそれはダメですやっぱちゃんとプレーオフチャンピオンリング取りたいんで、そうだよね、そっから移籍問題で変わるんで、うん、もしかしたら移籍する可能性もあるんで、50周ぐらいするんでしょあれ、そうですね、うん、あ、でもまあ今回プレーオフ終わってでもう1回やってでこの1級が出るから、そろそろ、あ、そうですね、うん、でもなんかもう発表されてるらしいです1級は、ほんと、これ見てないですけど、表紙は、いや、わかんないです、そこまでは、でもそのなんかトレーラーみたいなの見たんですけど、表紙予想するか、あ、そうですね、うん、もう出てんのかな、でも俺ら今知らない状態、知らないから、誰だろう、前回誰だった、前回、あ、アービングか、あ、18はそうですね、うん、アービングです、ね、アービングか、その前が17、誰だっけ、カリーと、それ16じゃないですか、16か、17って誰なんだっけ、コービー、いや違いますよ、ハーデン、あれ17って誰だっけ、え、俺が思ったの、あ、ポール・ジョージかな、あ、ポール・ジョージだ、ポール・ジョージですね、うん、17はなんかいくつかんでとかじゃなかったっけ、そう、あ、いやでもメインはポール・ジョージ、18もあれですよ、なんかスペシャルエディションみたいなのは、うん、シャックですね、なんか知らないけど、わけわかんないな急に誰ですかね、うん、誰だろうな、いや PGA タッカーとかそこら辺来てほしいですけどね、俺は一石してきたんな急にな、まあ、いい選手だけどね、サイズがないんだよね、でも意外と198しかないんで、ハーデンはあるんだよね、で過去にあった選手はないの、多分ない、いやどうなんすかね、うん、誰なんだろうな、ウエストブルックはある、あります、あります、確かケビン・デュラントはあります、確かあんの、あ、でもウエストブルックってあれか、 NBA ライブの方であったのかな、でも今まであっても良さそうだけどね、まあ、今年シーズントリプルダブル達成したらあるかもしれないぞ、ああ、これ、うん、なんか若手にもなりそうな感じもありますけどね、ロンゾとかそこら辺、あ、ロン、え、あのエンビードとか、あ、そうですね、うん、ベンシモとか、はい、うん、あ、そうですね、ベンシモとかもいいんじゃないですか、うん、でもやっぱ結局
そのベテランのスター選手とかになっちゃうのかな。でも出過ぎちゃったでしょ。そうですね、うん、だから今年優勝したチームが関わってきそうだな、はい、今年さ、そうですね、多分すげえ混戦になると思う、はい、予想できない、はい、そうですね、うん、ウォリアーズも怪しい、はい、怪しいからね。カリーは今どうなっちゃってるんですか。結局なんかなんかしてるんですか。試合は出てないね、はい、だからもう俺楽天 TV 見なくなっちゃった楽天 TV 見なくなっちゃった。カリー出てないと俺やっぱ別に好きじゃん、はい、好きとか嫌いではないんだけど、はい、やっぱそれでも強いけど、やっぱ、うん、俺の中でやっぱまだ完成しきってないな、うん。カイリーも怪我すもんね。カイリーもうダメなんでしょ、うん、らしいですね、うん、なんか手術するのかしたのかわかんないですけど、うん、結構きついですよね、うん、デュラントも好きなんだけど、 あのデュラン、やっぱデュラントいなくても強いんだけど、はいはい、カリーいないとやっぱきついね、はい、と思ったんだけど、つかやっぱあの控えで出てくるガード、はい、クックがちょっときついかもしれないな。デュラントの代わりに出てくる人は、まあはい、まあ平気なんだけど、はいはい、ポイントガードってやっぱ重要だよね。あ、まあそうですね。すぐあいつはトラベリングすっかんだ。誰？みんな。みんな？みんなすぐ歩くトラベリングするんじゃないですか。早朝シューティング部？違いますよ。NBA 選手。いや、そう、いやでも、トラベリング、当たり前ですもんね。トラベリング問題話す？はい。あの、みんなするんだよ、トラベリング。はい、それをあの映像で見たらしてるんだけど、はいはい、実際のトラベリングとそれが吹かれるか吹かれないかって全然違うんだよね、はい、うん、日本の、ね、プロでも B リーグの人でも、はいはい、ね、VTR で見たりスローで見たりしたら歩いてるわけだから、はいはいはい、そうですね。でもそれをあのぎこちなくやらないのが技術だから、はいはいはい、それをやっぱりその動画見てるその中学生、はい、高校生ね、バスケを始めた人たちは分からないと思う、はい、試合に出たことがないから、はいはい、絶対そうですよね、うん、試合って言ってもね、中学生の試合とかだったらまあ分かんないから、はい、審判だって吹けないし、はい、ね、クラブチームとかね、もっと上のレベルのやつやってったら、はい、多分どれがトラベリングかで、それが吹かれるか吹かれないかは分かる、はいはい、でも多分そしたら俺県選だけどって多分コメントあります。いやでも中学とか高校でしょ、はい、そんなね、学生の国体なんて多少ないから。そうですね、そうですね。どこにでもいるでしょ、ああ、うちらの周りでも。そうですね、周りにはどこいくらでもいますね。それが成人の国体になってるっつうんだったら話は、はいはいはい、まあ、それでも弱い県の成人の国体もね、はい、あれだけど、はい、どこにでもいるけどね、はいはい、そうなの、トラベリング問題すごいかんだみんな、うん、むしろそこしか見てないんじゃ、もっと他に見るところあるじゃないですか、うん、そことネットしか見てねえかんな。いやすごいと思った、あの、ネットが変わってるって分かったコメントあるじゃん。すごいっすよね。いや俺ら全然気づかなかったんだけど、席は気づいたんだよね。シェイキアだけなんか色が違くないですか、うん、すげえなーと思って。すごいっすよね、あれ、うん、全く動画で編集してて見てても俺気づかなかったっすもん、全然気づかなかったな。すげえよな、あれすげえな。あいつらほんとトラベリング大好きすぎるよな、うん、NBA もっと見た方がいいよ、うん、で NBA だからってみんな言うんだけど、うん、いや一緒だからルール、うんうん、NBA もうちらも、うん、トラベリングに対してのルールは一緒だから、うん、NBA で吹かれて、ね、NBA ですげえトラベリングとか、ね、うん、映像で長いするじゃん、はい、あれだって実際その場で見たらぎこちない、うん、ないかもしれないし、うん、まあそうですね、うん、流れの中でやってたら別に吹かれないから、はいはい、流れの中でぎあのスムーズにやることが必要だからね、はい、どうした？あ、いや、あのコメント見ようと思って、うん、NBA 見て、はい、あれが OK なんだったら OK なんだよ。 NBA だけ違うルールだと思ってる人もいるけど一緒だからね。まあそうっすよね、基本一緒。トラベリングだってあるし、うん、で、吹かれてるよ NBA も、はい、みんなハイライトしか見てないから。2分27秒ほら足元を見てごらんと。ああ、いやそれはね、あ、それはまあ寝てもこれで、いやいや、もらい足なんてね一瞬の音だからね、うん、分かんないって、心配吹けないって、うん、吹かれんだったら俺らやってないから。2分26秒トラベリングだな、うん、だからスラビのあれなんだよな、あれもらい足でしょ、はい、いやあれだってね、やってる時は全然ぎこちなくないから、ね、あとこれか、1分4秒めっちゃ普通にトラベリングするやん、多分これ、うん、アウトさんですか、うん、あ、これか、うん、これも流れの中だから全然、いやもう全くそう、もう全然平気っすよね、うん、こんなの。でもスローで見たら確かに歩いてるのよ、はいはいはい、ただ流れの中だから平気なのよ。このルールを知らないんだよね、はいはい、試合に出たことないから、はい、みんな
ドルナなんかさ、しょっちゅう試合出てるわけじゃん。だってアイドルの女の子のアイコンっすもん。ん？アイドルの女の子のアイコンですね。あ、ほんとに？はい。かわいいね。どこが？まあね、だから NBA もっと見た方がいいかもしんない。マンコってコメントもありますね。え？マンコ。あー、かわいいね。いいよね。すごいっすよね、ほんと。うん。だ NBA も見てないのよ。でハイライト見ちゃってるから、あ、うん、ハイライト組ってやつ、ハイライト組だね。好きな人できた、谷岡さん好きじゃないっすから、うん、学長世界和人大きびえ者だ、チキンハートだ、そんなこと言ってたっけ。言ってます、言ってます、チキンハートがすごい覚えてる、うん、なんでチキンハートって来た来たね。そういえばウムの球技大会、あ、球技大会、うん、お疲れ様、そろそろだね、そうですね、うん、お疲れ様ですよね、そろそろですね、そうですね、楽しみですね、うん、で、結局出るんだっけ。俺はそうですね、あ、本当に棒高跳びで、うん、俺があれだっけ、円盤投げだっけ。円盤投げ、まさかの、うん、出ないですよ、出ないよなぁ、ちょっとな、出たかったけどなぁ。リアゴリほろほろ、うん、あ、本当だ、スキーハートだから。本当だ、言ってるわ。怖えよな、怖いな、これがパワハラなんだけどな、うん、分かってるんだよな、こいつ今ね、ちょっとテレビ見ながら話してるからね、テレビ見ちゃうっていうあるあるがあるからね、ラジオやっちゃうとね、怖いわ、怖いな。ちょっとアーサー似てますもんね、でもなんか口調とか。あ、ほんと、よかった、よかった。スキー松田聖子、あ、まあ普通ですね、うん、まあ、まあ全然いけますけど、松田聖子は可愛いよ、はい、歌うまいし、ねえ、この人なんだっけ、 NK さん、あの、そう、NK、 え、 NK さん、 NK さん、遠藤圭一、はい、好きだもんね、一時期ずっとサムネ、ずっとプロフィール画像してたもんね。あ、そうですね、 LINE の画像でしたね、分、うん、かんないからね。あ、そうですね、うん、で、今度は LINE も公開するんで、 LINE の ID を、はい、うん、あ、でも全然作っていいんじゃない、早朝スリーシティ組の LINE 公式アカウント。作れるの、作れるでしょ。いや、作れますよ。いや、いらないでしょ。いや、あ、いや、いや、いや、もうこれを機に作ろう。いや、いらないよ、絶対。いや、で、あの、いや、で、LINE 登録増やして、はあ、で、あの、動画が公開されたらそこ通知すりゃいいよ、はあ、でしょ。で、それで結構増えたら、うん、あれ、誰でも稼げる不労所得の美味しい話をリンク載せて、いや、ほんとちょっと作ろうじゃん。いや、やんないだろ。わかるよ。見てたらわかるもん。わかりました。やります、やります。絶対やんなきゃダメ。わかりました。やります、じゃあ。やります。それってすぐできんの？いや、わかんないです。あ、でもまあ、やろうとすればできんじゃん。今やろうじゃん。今はわかんないですけど。じゃあ、ここで、本当に、本当に。じゃあ、ここで発表します。はい。早朝シューティング部の公式 LINE アカウントを作ります。バックボードリーダー。あ、はい、はい。ね。はい、で、みんなね、登録っつうか、はい、友達追加、はい、してほしい、はい、あれ簡単作れんのかな。いや、そうなんだろうね、多分。でも作れますよ、うん、絶対。で、それで、あ、そうだよね、意味わかんない、やつも普通作ってるもんね。意味わかんない店とかも作ってるじゃないですか。だって、うん、俺の美容師も作ってるよ。あ、ほんとっすか、うん、公式アカウント、そう。で、それがどういう、ジュンがそれやったらバンバン通知来るってことでしょ。でも、いや、でも別になんかそう設定あるんじゃないですか、さすがに、うん、だって俺それに返したら俺に返ってくるよ。あれどうなってんだろうね。え、返ってくるんですか。返ってくるのよ。俺それで予約するもん。あ、そうなんだ、うん、あ、でもそれ予約、でもなんか俺も一回なんか近くでもないですけど居酒屋あって、うん、居酒屋のなんか公式アカウントがあるんですよ、うん、そこになんかたまに連絡が入るんですよ。今日はなんかサンマが、うんうんうん、分かるよ、旬なんでみたいな、お早めにみたいな、今日は雨なんであんまり人が来てませんみたいな、うん、そういうなんかたまに広告みたいなのあって、うん、で一回なんかそのサンマがなんか旬で今入ってますみたいな、うん、美味しいですみたいなあって、でそれでなんか俺が別にネタで冗談でサンマ食いてえなみたいな、まだあるみたいなタメ語で返したら、うん、すいませんもう売り切れましたって、うん、いや、もう帰ってくるでしょ。帰ってきて、うんうんうん、びっくりしてよ。いや、そうなのよ。やべえって思って、俺普通にやり取りしてるもん、そこで。へえ、バンバン通知来るかもしんないけど諦めない、ね、いや、でもこんなできんじゃないですって。できます絶対、うん、さすがに、うん、だってあの芸能人とかのアカウントがあるんじゃないですか。あるある。あれとかもだって、でもなんか自動で返すやつもあるんじゃないですか。あるあるある。そうだ、あれなんかちょっと、あれなんか顔変わった、谷岡さん。ああ、え、なんか元気なくなったよ。ああ、うん、大変なんだね、うん、俺の
沖縄の夜の3倍のオープニングのみたいな顔してるね。あれ何だったんですか、あの顔。ちょっと疲れてたんだと思う。俺もね、あんな顔したの覚えてないんだよね、すげえ怒ってたもんな。怒ってないよ。いや怒ってますよ、あれ。ちょっと見てみよう。疲れてただけだもん、あれ。いや俺めちゃめちゃ怒ってたよ。あの3倍の沖縄の米軍 VS キクのオープニングでしょ。ああオープニングつねえ、音市場。何なんですかこれ。えっつって、これ素の絵ですかこれ。いや分かんない、覚えてない俺。俺が多分いきなり始めちゃったのかなこれ、うん、何も言わずに、うん、だからどうすこれに対するコメントあった？いや、ないっす、ないっす、ないっす、多分キクさんかっけしかないもんね、コメントね。ないっすね。あ、ほんと。そうだ、CM 行きますか、そろそろ。あ、CM 行く？はい。うん、作ったんだ。あ、いや、前のやつっすね。あ、前のやつか。もうスポンサーになってるんで、前のあの、うん、早朝天礼と、早朝天礼と、何でしたっけ、ウェディングの、うん、セレモニー。あ、セレモニー、もうスポンサーになってくれたんで、はい。一回じゃあ CM 行きましょう。はい。お通夜とお葬式の2日間、残された家族のために、そして個人のために、早朝天礼が全力でサポートします。個人との最後の別れだからこそ笑顔で見送りたい。我々一同心を込めて皆様と向き合い、感動の式にできるよう努めます。お葬式でお困りなら早朝天礼。はいはい、ということで、ということで第2部。はい、うん、でスポンサーも欲しいっすよね、だからラジオ。そうだね、そろそろ本当のスポンサーが欲しいね、はい、これ聞いてる人、うん、聞いてる企業の方々は。そうだね、直接自分にツイッターで言って、うん、まあコメント欄でもいいし、うん、別にウームの方に通して、うん、そうだね、連絡くれれば。できれば事務所通してほしいね。はい、そうですね。うちらの顔も立ててほしいよね。はい、そうですね、そうですね、うん、そうすればこっちももうよりスマートに。そうだね、うん、ウィンウィンでいけるよね。そうですね、言葉進みますからね、うん、そうだね。そうそう、ナックファイブから来てもいいんじゃないかな。あ、そうですね、うん、こんだけもっと埼玉アピールしていこうか俺ら、うん、あ、確かにそこがいいかもしれないですね。ちょっと地域密着感がさ、うん、俺らでもナックシックスっすもんね。うん、ナックシックス、ナックシックス、はい、ナックシックスセックスじゃないですよ。うん、いや、もう言おうとしてないですか。もう言ってないよ。いや、もうだってアウさんはもうシックスっていう数字が出てくると絶対セックスにもう絡ましてくるから。いや、それ順だけだよ。そんなことない。 2K でも言ってんじゃん、今言ったかつってるじゃん。いや俺ほんと言ってるんすよマジで。いや、あれシックスだよ。セックスポイントって絶対言ってるんすよあれ。セックスポイントなんていう言葉ないから。俺今セックスって言ったわけ。そんなポイントあるんだったらいつでも行きたいぐらいだもんだって。こっちとしてはさ、そうっすよね、セックスポイント、うん、そういえば今度また、はい、大会出るっていう話がちょっとね。ああ、はい、そうですね、うん、はい、大会というか、まあ、はい、まあイベント的な、はい、まあこれまだ全然、はい、未確定なの。あれ左何ついてるんですか。ん、あ、なんかついてんな、ユー様、ユー様って書いてますよね、うん、なんすかあれ。いや、なんか受けると思ってやってんじゃない。嘘、うん、誰だあれ、わかんないっすね。伊達ちゃん。あ、伊達ちゃんっぽいっすね、うん、富澤じゃないですか。富澤、あのね、なんかスーツ、ダブル感のスーツだね、はいはい、大会出るんですね。大会にね、はい、あ、伊達ちゃん、伊達ちゃんかよ。大会にね、はい、ちょっとまあ埼玉で行われる、はい、に出るかもしれないよね、はい、スリーバイのね、はい、まあその時はまた告知してね、はい、まあイベントみたいなやつだからね、まあみんな来てもらえればね。そうですね、うん、だ、そうだ、あれ、ステッカー。あ、そう、ステッカーできたんだよね、はい、だステッカーが、ステッカーだから、そうですね、だから、ま、街でさ、はい、たまに声かけられたりする、ね、はい、そうですね、でその時にあげれれば一番いいですよね。そうそうそう、はい、でね、こっちは忘れてる時あるからね、はいはい、言ってもらえたら、ね、言ってくれたらいいですよね。財布に入れとくから、はいはい、でも俺財布に入らないサイズですけど。あ、俺の財布でかいから。あ、そうなんだ、俺の財布バカでかいじゃん、あのバリバリダサい、ダサいバリバリ財布。もうやめたよ、あれは。じゃん。いや違う、俺じゃないっすよ、お前らが。俺じゃないです、ソーチャーが言ってるんですよ。別に俺は言ってないっすよ。てめえらが。めちゃうち切れてる。てめえらが俺の財布をいじるからもうやめたよ。いや、もうないんすか。うん、一応一応まだ、はい、携帯してる。あ、なるほど、うん、動画の撮影があったら持ってこうかなと、はい、一応持ってきてくれるんですよ、いじってもらおうかなと思って。うん、
ディスるからな、バリバリ財布とかグリズリーとかさ、ソーチャーがディスってるんですよ。俺はディスってないです。俺ただ写してるだけですもん。そしたらそれを拾ってくるんだよあいつらは。拾え拾えと思ってワップするわけでしょ。そんなことするわけないじゃないですか。するわけない。ああ俺だってバリバリ財布欲しいっすもん。バリ財、はい、バリ財バリ財ステッカーあれね、ちょうどいいサイズだよね。そうですね、うん、しかもちっこいのが今度は新たに2つついてるんで、うん、で過去に多分あれ切ってもいい？あ、いいっすよいいっすよ、うん、はい、別に支障がなければその貼るところに いろんな人にさ、はい、渡したいからさ、はい、あれね、だからあの層と腸の部分切るってことですよ。違う、あ、違う、違うんだ。違う、あ、違うのか、わけわかんなくなってる。あ、そっかそっか、うん、あの、あれですね、そう、あのちょっと大きめのステッカーと下にちっちゃいおまけのステッカー的なのが2つついてる、うん、計 3枚セットっていうのかな、うん、はい、だからまあお得ですよね、前のやつより。そう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 、だからまあ切って小さいのをあげてもいいし、はい、で街で声かけてきた時は言ってほしいですよね、あっちから、うん、そう、こっち俺も忘れてるあるあるがあるんで結構、うん、いや、あれいいよ、うん、このステッカー沖縄行く前だから作ってもらったっすね。そうなのよ、そうなのよ、うん、でそっから作ろうってなりましたもんね、あうん、さんが言ってくれて。だこんだけさ、はい、ね、その一応、うん、ね、うちらを目指して来てくれた人が、はいはいはい、せっかく来てくれたから ねやっぱあげたいよね、はい、そうなっちゃうよね。やっぱそうですね、こっちがなんかプレゼントしたかったですよね、うん、なんかしたかった。それかまあ別に会費をもらうのもよかったですけどね、一、うん、人3000円とか、うん、最近そういう不労所得に早まってんのか君は。変わってないっすよ。いや、なんかそういう YouTuber いたなと思って。あのさ、はい、あの動画最高だったね、あの広告スキップのペンギンのやつ、ね、ペンギンのやつ、ペンギントラップ、あれ最高だったよ。早朝ジュンジュンの、はい、あのあれだね、先週の妙技を見た、ね、本当っすか、うん、あれちょっと Google の CM っぽい作ったんですけどね、うん、あえてだ最初 BGM つけてたんですけど編集中は、うん、いやこれ逆になんか広告ってこともあってない方がいいのかなと思って、うんうん、BGM つけなかったんです。全員スキップをしたもんね、はい、あれ誰か他の YouTuber パクってんじゃないの。いや、わかんないっすね、可能性ない。でもそしてでも他の有名な人がパクったらもうそっちが先駆者になっちゃうんで。そうだよね、俺はもう、うん、今まで何回もパクられてるもんね、はいはい、いろんなのパクられてますよ、うん、でもそれでみんなウィンウィンになればいいんじゃないですかね。そうだね。一人がいちゃいけないからな。おい、スラミスラミなになに、弱いゲイが。あ、この前コーストゥーコースト行ったんだって。あ、そうですね、ちょっと近くに用事あって、うん、で、まあたまたま、うん、元気だった。メグネーメグネーさん、メグネー元気でしたよ。いや、もうあっちこ気づいてくれて、あ、本当に階段降りて、うん、でちょっと顔を出して、まあお客さんちょっといたんですけど、うん、大丈夫か覚えてるかなってやっぱちょっと不安じゃないですか。いや不安なのね、わ、はい、かるよ。その時俺メガネかけてたんで、うん、いやこれ大丈夫かなと思って、うん、で入って、でも入った瞬間もう気づいてくれました、ね、うん、お久しぶりですって言われて、うん、なんかいやこの間反響すごかったですねみたいな。あ、言ってた、言ってましたね、子供たち結構来てくれて、へ、うん、やっぱみんな見てるんですね YouTube みたいなって、うん、でなんかあ、ほんと、まあ、じゃあよかったですみたいな、うん、でまたちょっと来たいんでその時よろしくお願いしますみたいな言って、大丈夫ですか、 あれ今日撮らないんですかって言われて、ああ結構やる気満々でしたね、うん、で、あ、いや今日はちょっと何も持ってきてないんで、うん、またあれ後日日改めて、あ、行こうよ、行きますっつって、それはもうぜひ来てくださいって言ってましたね、うん、その新しいステッカーとさ、 あそうですね、ステッカー、うん、そうですよね、だからあのスラムとかにもステッカー置いて、うん、あとね、あの早朝トレーナー、はいはい、どうせキム来てないでしょ。あ、そっかそっか、それ持ってってあげて、あ、袋が出してないでしょ。ああ、うん、その可能性はある、うん、あ、でボーラホリックにもステッカー置いてもらって、そうだね、ああ絶対見てくんない、ボーラホリック東京行く。いや全然いいっすよ、見た、あの京之助がテレビ出たやつ見た。あ、いや見てないっすよね、テレ東のやつっすよね。あ、そうそうそう、あ、見てないっすね、うん、なんか特集されてたんですか、うん、あ、そうなんだ。いや俺も見ようかなと思ってたんですけど忘れてた、うん、録画してるんですか。あ、録画してる、見たかったら見てもいいけど、あ、後でやめてです。あのなんか京之助が主役だと思ったんだけどね。あ、違かったんですか、うん、ちょっと子供が主役で、はい、そうなんだ、それがこうストリートボールを目指すみたいな、はいはい、ストーキングプロフェッショナル見てないですか。あ、見てないな、見てない、なんかドキュメンタリー風だったけど、ちょっとやっぱちょっと若干演出入ってるなと思ったけどね、うん、うん、やっぱこっちは作り手側からの目で見ちゃうから、ヒカキンのやつも結構面白かったですけどね。ん？ヒカキンのやつも面白かったです。あ、ほんと？最近？最近っちゃ最近かな、うん、プロフェッショナル。
ヒカキンが1日どんな感じで、1日じゃないか、うん、まあそのずっと密着なんで、すごいでしょ、俺知らないけど、ね、すごいと思ってますよ、いやすごいですよ、ジム見習わなきゃいけないでしょ、いやそこまでなかったですけど、いやでもなんかヒカキンの半分以下の仕事しかしないわけだぞってそんなことない、いやでも本当ヒカキンの普段あのそう見てて、うん、あこれ分かるわって結構ありましたね、あ本当、えなんか編集してて、うん、これって間違ってないかなって編集中に調べるとか、調べる、うん、あこれめっちゃやるわって思って、うん、とかあとなんだろう終わってその後ゲーム実況を撮ってそれを編集してみたいな、うん、だって一日何本もやるわけでしょ、うん、いやすごいっすよねマジで、うん、でなんかでもあれ一回問題、それでなんかヒカキンが1本 7分ぐらいの動画に6時間ぐらいかけるみたいな、うん、で一人作りましたって言ったらなんかテレビのやつなのか分かんないですけどツイートでなんか、うん、ちょっと ディスったのか分かんないですけど、うん、なんかそんなのテレビ業界じゃ当たり前だみたいな、うん、全然、まあ、すごくもない、なんかよくコメントあんまり覚えてないですけど、うん、そうなんかそんな6分のあ7分の動画を6時間かけるとか、うん、そんなのテレビ業界じゃ当たり前でみんなやってるよみたいなコメントを、うん、ツイートしたやつがめっちゃ叩かれてました、いやいやそれはそうですよ、うん、だってそのアイデアが重要なんだよね、ヒカキンしかも全部一人でやってるんじゃないですか、うん、まあ、テレビの人をディスるわけじゃないけど、うん、やっぱりこういうものを作るっていう、もうある程度もう決まってるわけじゃない、うんうんうん、そうですね、でもヒカキンをゼロから作るわけだから、そうそうそう、そこがすごいですよ、うん、だから YouTuber そこが多分すごいですよね、いやそう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 、そうなんだよ、別になんかこれをこうやってここでこうしてテロップこうしてみたいな、うん、決まってれば別にもう結構意外とすぐパッて作れるんだけど、うん、だからね、そのテレビと YouTube を比較した時にさ、はい、それ YouTube の方がまあ楽だろうって思う部分もたくさんあるよ、はいはいはい、あのね、規制の部分だったりさ、はいはいはい、長さの部分だったりさ、うん、ただ難しい部分もいっぱいあるよね、うん、そうですね、うん、毎日上げなきゃいけない、はい、ヒカキンだったら1日1本じゃないわけじゃん、はいはい、あのまあ、サブもいろいろ合わせたりしたらさ、はいはいはい、それ毎日やらなきゃいけない、はい、時には1日に何本も編集して、でしかも別に今 YouTube だけじゃないじゃないですか、うん、取材、多分雑誌の取材も多分いっぱいあるし、うん、テレビもだって持っててんじゃないですか、うん、マジで多分暇ないっすよね、うん、マジであれ、だからテレビはさ、はい、あの監督がいて、はい、演者がいて、はい、台本があって、はい、演出があってってあるけど、はい、 そうですね、それを全部一人でやったわけだからね、はい、それを何人もいるわけですもんね、うん、テレビはそれ、演者は演者、そうスタッフはスタッフ、うん、カメラマンはカメラマンっていう、うん、あれも全部一人ですからね、全部一人だったよ、はい、カメラマンも照明も構成も全部考えてみたいな、いやすごいっすよね、すごいよ、マジで暇ねえやん、設定、うん、好きじゃないとできない、うん、まあ本当に金のために絶対やってないよね、ああああすごいですよヒカキンさん急にさん付けないじゃんでもアウさんの10個下ぐらいですからね、あ、そうなの、もっと下か、へえー、今コラボしようかじゃあねえ絶対やってくんないよ、ん絶対やるわけないじゃないですか、頼んでもやってくんない、いやーやってくんない、いやでも、で逆にどうやって断るんだろうって思います、ああどんな感じで断るんだろうって思います、いやもう絶対こ、いやもうもちろん絶対やりたくないんであっちは、うんあのだって、はい、今度ウームの運動会、はい、バスケットもあるんでしょ、あそうなんですか、いやわかんないけど知らないです、俺はなんか釣岡さんのチャンネルでバスケット練習してた、あそうなの、なんで知ってんの、いやいや上がってくる、あそうなんだ、うん、でだからヒカキンに、ヒカキンさんに、うん、じゃあちょっとバスケット練習 しましょうよっていうコラボだよ俺、あ出ないかって言いたいけど、いや知らないです、わかんないです、いや出んじゃないですか、意外と結構社交的だと思うし、うん、いや初めの方が出ないっすよ、 あれ社交的じゃないんだよ、でもパズドラもあいつよりランク上ですからね、俺あちょっとその辺が俺ちょっとパズドラが分かんないから、いやあれ多分3、4年ぐらいもやってるんですよパズドラ、うん、いやいいっすよ本気でやがんないで、いやですよそれは、誰でもやですよ、本気でやがんないで、いやそのパズドラ、うん、あ多分あいつもうずっとやってるんですよ、俺まだ始めて130日ぐらいなんですよ、うん、もう俺のランクですから、ね、それは分かんないけどな、すごいっす相当、うん、モンハンやってないの、いやもうやってないっすね、フォートナイトはちょっとやろうかなと思ったけど、うん、知らないなそれ、あの上から飛び降りるやつですね、あこの前やってたやつ、一瞬最初 2K のサムネでやってたやつ、
っぱ土俵に女は上がっちゃいけないのかな。いやどうなんですかね、これも。でもなんかこのアナウンスした人も、うん、なんかもう仕事で、いやかわいそうだよ。そうですよね。だってさ、周りからさ、女上がんな、女上がんなって罵声飛び交ってたらしいでしょ。あ、そうなんですか、うん、でそれにつられて、じゃあ上がんないでくださいって言って、だまあでもこんなに取り上げることかなと思うんだけど、完全映っちゃってっかんな、春日の親方。完全映っちゃってっかんな。ダメじゃん。うん、まあね、相撲、レスリング。なんなんすかね、なんかもう問題多すぎません？もう。でもバスケットもいっぱい問題抱えてると思うけどね。いや、業界が狭すぎて表に出ないだけだけど、いっぱいあるよね。例えてバスケットの話出るもんね、はい、うん、昔のあの B リーグの話とかさ、うん、はい、はい、そうですね、それこそ、うん、その BJ とありましたもんね、結構 JBL のね問題もあってさ、はい、全然問題にしてくれなかったけどね、はい、あれもっと問題したらね、もっと良くなってたかもしれないけど、うん、オリンピック出れないんだよ、うん、いや、そうなんですか、なんか開催国だけどなんか出れないっぽい空気流れてるよね。でもあのアンダー16のあれ見ました？話変わっちゃうんですけど。いや見てない。バスケット YouTube ライブ配信したんですけど、うん、そうです、日本16あの田中力とかさ、うんうん、日本と韓国の試合、うん、日本勝ったんですけど、うん、2点差ぐらいで勝ったの。すごいじゃん。いやすごかったですよ、結構、うん、いや普通にもうみんな上手かった、やっぱり、うん、また当たり前なんだけど、うん、16歳。そうですね。ってことは早朝世代だな。そうですね、可能性はありますよ。うん、早朝見てバスケットを学んで世代だな。そうっすよ、うん、一番熱い世代ですね。一番熱い世代だな。今16歳あたり一番応援してるから、はあ、なんと受験生。そうっす、そろそろか。そろそろっすね。そろそろじゃないか、はあ、受験生。これも怒られっかな。なあ、ため取りしてんじゃねえ、嘘つきみたいな。そもそもため取りいけないのって話じゃん。そう、まあ、まあそこなんですけど、まずはどんだけため取りしてんのって話じゃん。だってもうんなわけないじゃないですか、うん、だって多分もうなんかこれもうずっと言ってるじゃないですか、うん、最初の頃はもう多分ネタってみんな分かってくるじゃないですか、うん、もう多分だから今もう見る人もちょっと増えてきちゃって、そうこいついつまで言ってんでってガチで思ってる人もいるじゃないですか、うん、だから難しい世の中。ガチ勢。そうガチ勢、うん、なんかたまにコメントでなんかどこの国の受験生応援してんのみたいなの結構面白かったんだよ、うん、俺そんなね、全世界だよね。俺はそれついてて言いましたけど、うん、いや俺いろんな国の受験生を応援してる、うん、地球だけでは限らないしね、うん、あと幼稚園の子供ね、卒あれ入園おめでとうって思ってそうだね、はい、幼稚園の子見てると思うんで、うん、あと国家試験とかもあるからね。あそうです。いや、まあ、うん、何でもあるじゃないですか、別に、うん、受験って別に学生だけじゃないんで、高校受験だけじゃないからね、はいはい、お受験先生はあるからね。別に、うん、小学校の受験だってあるじゃないですか、うん、何でもあるんですよ。そのクソ、今言った国家試験だの。そうだよ。で、別に日本だけじゃなくて、うん、海外にも俺は目を向けてるんで。目を向ければさ、はあ、もう受験のない日なんてないってことでしょ、はあ、そうですよ、うん、そう、それを言ってるんですけど、うん、だから多分本当明日か明後日はどっかの国でも多分ありますよ、絶対、うん、そうだよね。それを言ってますよ。それなのに、ため、これため取りですね、みたいな。うん、こってことは前の通あじゃあ2オン2だ、これ2オン2だ、うん、あのテロップもネタで書いたのに、うん、2ヶ月前ってことでしょ。作ってあってこれタメ撮りじゃないのみたいな、うん、ってことは2件もこれタメ撮りだなみたいな、うん、そもそもタメ撮り悪いのかって話じゃないですか。そうだ、別になんで毎その日撮ってその日にあげなきゃいけないのかって話だから。謎ですよね、うん、ヒカキンさんじゃねえんだよ俺らはって話だもんね、うんうん、本当だよ、うん、毎日さ、多分そいつらは多分だからもう、うん、トラベリング問題とかもそうですけど、うん、信号とかもだからもうそうなんですか、あれもう渡ってる時に赤になっちゃった瞬間もうはいダメなんですかね、もうそうなんだろうね。怖いよな、怖いよ、本当に。でマニュアル通りしかできないと思うんですよ、利用は。そうなんですよ、困ったよ、困ったな、困ったちゃんですよね。西川口を見習ってほしいよね。そうですね、うん、西川口を見習った方です、ほんと。西川口っていう町はね、マニュアルにとらわれてない、うん、臨機応変だからね。下等ですからね、うん、そう、臨機応変に、やっぱもうそれがでも大事じゃないですか。いや、お店どこの店になんかレストランとかでもそうじゃないですか。そうだよね、え、ちょっとお客さんがね、困ってる、はい、ね、ちょっと持ち合わせがない、はい、100円、200円いいじゃん、はい、ほんとですよね、うん、また次来てくださいよって話ですよ、はいはいはい、
それがまあ1000円2000円とかならわかりますけど、いやそれはもうちょっと悪意があるからな、はあ、で本当にたまたま手持ちが100円200円なくてって別にいいじゃないですかね。いいやんそんな、それで死ぬわけじゃないじゃないですか。本当だから俺がよく行くスーパーでも最近はもうないんですけど、うん、半額シールをなんか貼り始めて、うん、それまで俺持ってたんですよお弁当、うん、お弁当持ってて、ああわかるそれ、うん、で、あ半額貼り始めてると思って俺行ったんですよ、うん、そこに、うん、ですいませんっつって、うん、同じ弁当っすよ、うん、これちょっと半額シール貼ってほしいんですけどって言ったら、うん、あすいませんもう持ってるのはダメなんでって言われて、うん、めっちゃムカついたんですよ、うん、めっちゃムカついたんでそれを置いて、うん、もう新しいの取ったらめっちゃそいつムッとしてて、いやもちろんそうですよ、だそれマニュアルがあるわけじゃん、はい、でその人はその順が置いたやつにまた貼るわけじゃん、もう意味ないじゃないですか、うん、だったらもうあいいですよと、あでもなんかいや店のルール、いやわかんないですけどルールとしては置いたやつは別に貼らないらしいですよ、うん、あそうなんだ、確か貼ってなかった気がする。いやでも別にもうすげえあるんですよ。それが残り1個2個とかならわかりますけど、別に大量にあるんですよそれ、うん。それ取ってだからもうそれ置いて、あじゃあわかりましたっつってもう目の前でそれもう半額のシールで取って、もうあ本当にマニュアル通りしかできねえんだな、うん、こいつだと思いましたね。セブンでもあった、ね。はいはい。あの賞味期限、はい。賞味期限そのレジ通れない、はい、通せない期限あるでしょ、はい。ありますね。レジ通っていかないっつってさ。はいはい。まあ、あれはまあしょうがないからレジ通っていかないからね、うん多分、うん、そうですけど、いやで一回言ったんだよ、はい、いやそれでもいいっつったけどやっぱ売ってくれなかった、ね、あそうなんだ、うん、まあでもあっちとしてはそれでなんか、まあ、その賞味期限の問題は多分問題になったなみたいな、うんまあ、でもバイトだからそんな考えてねえから、うん、いやだからもうレジ通らないからさ、そうかそうか、うん、ほんとマニュアル俺も嫌いですね、マニュアル通りにしか動けないやつ、うん、サービス精神というか、うん、でもアメリカとかでそんなのないじゃないですか。ないよもう、そんなことやったらね野球カード積んで5年くらいあるからねプリズンブレイクハマってんですよ最近そうですね、ハマってます、ね、この辺ちょっと下だってね、はい、プリズンブレイクってみんな見てんのかな、はい、あ、でこれちょっと一旦 CM 入りましょう、あ、CM、はい、行こうじゃん、 CM 後にプリズンブレイクで OK、 はい、それでは次は CM です、どうぞ。話があるんだ、結婚しよう。え、よろしくお願いします。出会って今日で6000日、たくさん迷惑かけたけど、君との未来を見据えて。ここからのスタート。いつまでも、いつまでも、ずっと隣にいる。大好きな君とならば、幸せな時を過ごせる。ずっと一緒にいよう。ずっと一緒にいよう。素敵な結婚式を。早朝ウェディングセレモニー。ファニーファナシーダーソフィニファナイ、悪い性格でもいいんじゃない。いやこれさ、小籔、小籔っち、どうこれ、どうこれ、伊達ちゃん、まなみちゃん、まなみちゃん、ね、ほらほら田中山根、どうこれ、プリズンブレイク、うん、横のさ、もういいから、これ絶対見てないからね、みんなバイキングね、そうですね、学生はね、プリズンブレイクハマってんだって、はい、いやこれみんなもね見てない人多いよね、若い人は、まあ、そうですね、いや俺もだからもう本当これ言われて、いや前から気になってた、いや結構、うん、だから怖かったんですよ、好きなジャンルではある、そういや好きです、うん、好きだし多分もう見たら止まんなくなっちゃうなと思って、止まんなくなるでしょ、はい、うん、本当、いやだからでも1日1話にしてます、うん、ちゃんとで止まんなかったでしょ実際、いや止まってます、止まってんだ、我慢耐えてます、うん、時間がなくなっちゃうから、うん、1話だって1時間ですよね、そうだね、そうです、厳密に言うと47分かな、はいはい、うん、で、まあ、ちょっと前に、10年、はい、ちょっと前かな、はいはい、に流行った海外ドラマで、はい、その脱獄するっていうドラマなんだけど、はいはいはい、これ最近俺らハマってんだよね、はい、そうですね、うん、やっぱこう椅子とか座るとやっぱなんかネジとか探しちゃいますね、そう、ね、あの全てのものが脱獄につながるから、はいはいはい、うん、ネジを取って、さっきのタトゥー彫ったんですよね、そう背中にね、はい、背中つくか全身にね、はい、あの刑務所の地図を、もう彫りたいなっていうね、府中刑務所の、そう、うん、全部彫ってねいつでも脱獄できるよ、はい、ちょっとぜひ見てほしいですよね、プリズンブレイク見てほしいね、そうすれば多分より一層 2K で俺がたまに言ってる意味わかんないことが、うん、それがつながるから、そうだね、でそのうちね早朝の動画でも多分、はい、そうですね、プリズンブレイクネタは多分出てくる、今後出てくる、出てきますね、見とかないとついていけない、はい、あのね、でね全部見なくていい、はいはい、1話だけ見てくれればいい、そうですね、うん、そうするとね絶対全話見ちゃうから、はい、止まんないからね、止まんないですね確かに、うん、ユウ様って撮れてる、本当だ
CM の時言われたのかな、言われたのかな、音出してないからね、はい、ひょっとしたらわざとやってたのかもしれないし、はいはい、あ、24もだちょっと見たいんですよね。あー、まあ24も面白いけどね、はい、うん、結構ありますもんね、海外ドラマっていろいろ。そうだね、でもやっぱりあの、あれウォーキングデッドとかもあれは一応そうなんですか、ね、あ、いや、どうかな、もうでもね、俺そんな2つ3つしか見て、あとロストしか見てないんだよね。あ、はい、ロスト聞いたことある。もうだからその当時流行った、はい、10年ちょっと前に流行った、はい、その3つしか見てないな、はいはい、そうか、10年前ぐらいに始まったんですか、プリズンブレイク、うん、だい10年ちょっと前かな、うん、まあまあ24とかロストも、はい、最初24があって、でロストとか出てきて、はい、で、はい、なんかロストの24の主人公ジャック・バウアーじゃん、はいはい、でロストもなんか始まった時に主人公の名前がジャックっていうのね、でジャックって言った時にお前もかみたいな空気が流れたっていうね、はい、そうなんだ、うん、でもあれですよね、マイケル・スコフィールドの役やってる人はゲイらしいですからね、うん、本当に。あ、そうなんだ、はい、ダウソンお似合いなんじゃないかな、あ、だから好きなのかなと思って、ちょっと、あ、かもしんないなで、ティーバックとできちゃうな。そうっすね、うん、できればアボカドと同じ棒になんで、嫌でしょあれ絶対あ、2m8 ぐらいあるでしょ、めちゃめちゃ怖えや、うん、マイケル・スコフィールドな、あれ以来で見ないかな、あれ以外で。ピッチャーピッチャー見てる、ピッチャー見てる、聞いてる、全然聞いてないんじゃない、うん、で今度は風呂の水全部抜くやりましょう。風呂の水全部抜く、はい、何それ。いや、風呂の水を全部抜く、前話してですか、はい、やりましょう今度。なんかさ、水曜日のダウンタウンでやってたじゃん、サスケの水全部抜くみたいな、はい、 あ、 ね、はい、あれの感じ。あ、そうですね、でも元ネタはそのテレ東なんですけど、うん、池の水全部抜くっていう、うん、それで青さんちの、そう、何も出てこないですけど、うん、風呂の水全部抜きましょうっつって、今日撮るおいっすよ、別にすげえね、なんか、あ、そうっすね、うん、あの二人ね、ダメだな、やっぱ、うん、ね、やっぱ早朝チャンピオンやりたいっす俺は、うん、一番は。そうだね、早朝ね、音楽チャンピオン終わっちゃうからね、うん、終わっちゃったのか、終わっちゃいました、うん、たまになんかスペシャルでやるかもしれないですよね、早朝はあの二人に支えられてるからね、はい、うん、分かるかな、あの二人って、うん、翔平くんと関谷なんだけど、はいはい、まあ、あの二人に言わせればって、ね、でもあの二人動画見てないですからね、あの二人見てねえかんなでもこの前な、はい、よく気づきましたけど、ワンさんもむしろすごいなと思って、よくあの一瞬の発言に、いないです、そんなファンっつって、ちょっと待ってっつってね、面白かったな、あれ、はい、てねえかな、うさん、バレちゃったかな、うん、あんないつも、いや、俺ね、はい、一番あれ動画見て思ったのは、あいつがさ一瞬嘘ついたでしょ、一瞬、お前何の動画分かってんの、あ、分かります、あ、分かります、そういうことか、はい、うん、はい、あのね、普段から嘘ついてるやつって反射的に嘘ついちゃうから、はい、ああ、じゃあやっぱそうなんすかね、嘘つきなんすかねこれも聞いてないんで大丈夫です、あ、本当に、はい、これも聞いてないんで、いや、お前今の動画知らないの、はあ、分かりますって一瞬すぐ、ね、一瞬つきましたね、とっさに、で何っつったら見てないですっつって、すぐあ、これ嘘ついた、うん、絶対これバレちゃうと思って正直言ったんだけど、プロテインも見てないっつったし、うん、ウィンズオンプロテインホエイ、うん、あいつは見てないっつったら分かる、うん、いや、あんな、いや、一番アピールしてくんじゃないですか、俺は全部一番見てる、早朝の中でも一番動画、前なんかアウさんとそういうやりとしてないんですか、うん、いや、アウさん俺の悔しいみたいな、うん、嘘だったっすね、あれは、うん、完全に、で、まあ俺正直に言うじゃん、はい、見てないものは見てないと、はい、見てるものは何回見ると、はいはい、で、本当に向こうのが見てるかもしれないけど、うん、俺は嘘つかないから、はい、うん、あいつ嘘つかんな、あの一瞬で分かりましたよね、分かったよね、出ちゃったよな、分かりますと、うん、じゃあ何、分からないです、うん、あれね、はい、素だよね、あれ素ですね、完全に油断してました、あいつ完全に、うん、あと今度あれでしょ、また車椅子、あ、そうですね、車椅子前ね、はい、大丈夫、これ言って、あ、全然、はい、うん、お世話になってね、一緒に体験させてもらった、はいはい、ちょっとこの大会があるっていう情報を、はい、まあ聞きつけてね、はい、今度招待なのか、まあ、まあ、見に行くっていう、そうですね、うん、行ってみようかなっていうね、はい、うん、
いや楽しみですね、ガチンコの大会。いやガチンコですよね、見たことがないからな、はあ、まあ、テレビとかあと、まあ、ああいうね練習的なのはあるけど、はあ、ガチンコでどれぐらいね、うん、もうバチバチなんじゃないですか、うん、マジでやっぱ清か、うん、そうですね、うん、いや俺はやっぱ俺はレオ派ですね。あレオ、はい、うん、年下だからな。いやアウさん俺は年上だけど、ね、あそうかそうか、アウさんは年下だけど、うん、それを知ってんのかなあの人たち。俺らいや多分アウさんが年上ってうの知らないか、あの時は、あの時は知らないと思う。 あの時はそこまで見てないもんね、まあ、そうですね。であれから多分ちらっと気にするようになったと思うんだけど、はい、俺の年齢までは多分知らないと思うんだよね。分かんないかな、30多分45ぐらいですもんね、うん、確か行っててもそうだもんな。そうですね。であとねもう2人は多分もうちょい下、はいはい、あそうですそうですね多分、うん、いやまあバスケ関係である人大体年下っていうのはあるあるがあるからね、うん、まあ、そうですよね、うん、もう俺だって俺です、俺なんてもう10個下、あ11個か、うん、あ 10個か10個ぐらいか、うん、えいやもっとでしょ12、あ、誰？俺っすよ。俺とジュン。はい。いや、12個でしょ。え、何年？俺、ウサギっす。あ、ウサギか。はい、え、いくつ今？今年31っすね。あー、じゃあ11個か。11個っす、うん、はい。関谷と、だから一回り違う。あー、そっかそっか、関谷。確か手前行ってたわ。うん。すごいよな、うん、森社長？でも、たけし悪いんすか？ん？たけしは悪くないんすか？なんか横がないんすけど、これ。いや、誰が悪いっていうわけではないのかもしれないけどな、ちょっと給料上げすぎ、なんか20年の年収がやばいんですよ。なんか それもなんかそうでもないんだけど、あごく一部の幹部の年俸が1億近いっていう。ああそうなんだ、1億だやばいっすね。ってことは、本当っていうことは森社長はもっともらってるわけじゃん、まあ、やばいよね、うん、でもなんかオフィス来たら入ろうかな。森さんはあれなんですよね、んそんなちゃんと妥当な金額だと思ってる、それぐらいの仕事をしてる、見合った仕事をしてるって言ってるらしいですよね。そうだね、あのまあ会社の経費がいい時にはちゃんと上げておきたいっていうね、うん、はいはいはい、うん、でもだってこれたけし、ビートたけしでもほぼ成り立ってたんじゃないですか。うん、8割9割ビートたけしの売り上げだったけどね。まあそりゃそうだろうな、はあ、でまあ他の、まあ、ガダルカナルタカはよく出てるけどね、はあはあ、うん、グレートギダイとか木田湯さんとか柳さんはちょっと分かんないな。出てないですかね、うん、いや分かんない。で今さもう仕事っていっぱいあるじゃん、はいはい、そうですね、媒体が増えてきたからさ、はいはいはい、CS もあるしネットもあるし、ね、営業もあるし、はいはい、だからだって有名じゃない人だってやっていけるわけじゃん、うん、はい、そういう時代だから、枝豆とかと枝豆一番厄介だったからな。そうなの、分かんないけど、ラッキョさんがね。ああラッキョさん、うん、足早いからね。あそうですね、なんか野球の、うん、あれ入団テストみたいな受けてましたもんね、うん、いただきはもう足早いイメージしかないわ。超早いよ、あの人。いや眠たい。そうっすね、終わる、そろそろ、そろそろ終わります。じゃあそろそろ終わるか。なんかある、言っときたいこと。言っときたいこと、うん、いや、トラベリングじゃないっすよ。もらいやすいな、わっか知らないんだろうな。でも、そこをピックアップしてる時点でおかしいじゃないですか、うん、そこを、なんかもうあのコメント見る限り、まあ、俺らも偏見になるかもしれないけど、うん、もうそこをし、なんか俺らの足元を集中して見てるんじゃないかくらいの勢いじゃないですか、なんか、うん、他のいいプレーあってももっとそこ見ろよとか思いますもん、俺、うん、まああんま知らないんだろうな、うん、うん、しょうがないですよね、まあでも、うん、これから知っていけばですよね。そうだね、やそれ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 、いや、あのだからあのトラベリングをやるのも大変なんですよ、はいはい、いや あれ相当やってないと、はい、あれでき、例えば、はい、その スラミのもらい足もそうだけど、はいはい、あれ相当バスケやってないとあれ、はい、あの動きできないから、そうです、ね、悔しかったやってみろと思う、はい、あの微妙なやつを、うん、いやでも子供たちのことは絶対なんで、そうだ、ね、あれトラベリングです、うん、ファニーフォーナフィーナ。
などうかな、こんな感じですかね。うん、久々にラジオちょっと真面目なあれですね、ちょっと真面目なねトークもおっしゃいましたね、うん、やっぱ沖縄の営業だな。はい、あ、そうですね、沖縄行ってちょっと真面目になって帰ってきたのかな、はあはあ、一回りも二回りも大きくなって、うん、沖縄はいいところ、はい、それだけは言いたい。沖縄の人もいいところ、うん、うん、性格悪そうらしいですけどっていうコメントがあるからね、悲しいよね、悲しくなっちゃうんですよね、悲しいやね、おめえだろって多分みんな多分思ってたと思うんですけど、うん、それ俺が代弁してコメント返してあげたんですけど、うん、沖縄大好き、うん、沖縄をこれからも応援してくる、うん、俺はアンバサダーなりたいですよね、アンバサダーになりたい、沖縄アンバサダ ー、うん、その前に埼玉のアンバサダーにならないかな。そうですね、そうっすね、順番がおかしいから、いや、もうちょっと埼玉を押していこうよ。そうですね、うん、はい、うん、すげえかっこだな、冷静にいたら、うん、なんすかこれ、どうしたんすか、なんで入れるの入れなくていいですからサムネにします、やだダメだってサムネは、あ、ダメっすか、サムネ撮るか、じゃあ、はい、うん、じゃあこんな感じですかね、うん、ということで、ということで、まあ、これ大体何回だったんですかね、これ24かな、いや、わかんないです、でもそうですね、25、4、5、6ぐらいですよ、うん、コービー・ブライアントってことか、多分そうですね、うん、でこんな感じで、俺の誕生日もあと少しなんで、そうだね、8月の23日、うん、覚えておいてください。あ、なんかそんな話してた、はい、なんか前回のラジオが23でっつってたんだ、あ、そうなんだ、うん、俺の誕生日8月23日、分かった、じゃあウームに送ればいいんだね、なんで直接送ってよ誕生日プレゼントそんな、うん、いいよ、二度電話ですよ、うん、もらいに行くのじゃ直接、うん、使わないんでここはってことで、こんな感じで、はい、またお会いしましょう、バカ野郎、タンカン、この野郎、似てる、似てます、うん、タンカン、もうバカ野郎、似てるじゃん、つるいよな、自分の得意なものばっかりとさ、じゃあ、たまに出てきたから、たまたま言ってるだけですよ、うん、ファッキンジャンプぐらい、分かれ、バカ野郎、バカ野郎、全然言えない、野球やるか、ありがとうございました、しょー